ごめんね。リホちゃん、他のお客さんとお話し中なんだ。だからちょっとの間だけ僕が代わりにお相手するよ。まずはお名前を教えてもらってもいいですか？ありがとうございます。よろしくお願いします。道場の教えの基本は礼に始まり礼に終わるですから。うん、僕の実家は格闘道場をやってるんだ。僕普段は大学生だけど道場では師範代なんだよ。うちの道場はいろんな流派を組み入れて研究を重ねているんだ。僕が教えているのは打撃、特に蹴り技が中心だけど、道場では打撃から寝技、関節技に至るまで総合的に教えているよ。これ僕のメアドだよ。僕からもメールしたいから、よかったらメアド教えてくれる？ありがとう。これからもよろしくね。知り合ったのも何かの縁。今度僕ともお話ししてくれると嬉しいな。もしかしたらリホちゃんのこと教えてあげられるかもしれないからね。あ、でももちろんリホちゃんともたくさんお話ししてあげてくださいね。リホちゃんはとてつもなく可愛いですからね。リホちゃんとよくお話ししてるよね。じゃああのことを話してみようかな。知ってる？プロデューサーの話。リホちゃん、映画のプロデューサーに言い寄られてるみたいなんだ。相談を受けたんだけど、もう頭きちゃって。そのプロデューサー、僕がやっつけてやろうかな。リホちゃんのお話、ちゃんと聞いてあげてね。出せちゃって本当にごめんね。じゃ、今日も楽しく飲もうね。まずは飲み物を頼んでね。